なんとね、ドリームできるんですよ、私。しかも今、一発でドリームできてビビった。はい、J ラボ所長の西村でございます。唐突ですが、ちょっとこれね、私、マスターの手前で1ヶ月ぐらいずっとね、スタックして、このね、ダイヤ4、5のあたり、うごまいてたんですが、昨日、とついね、ちょっと用事があって、全くストシックスやらなくて、でふっと今日やった時にね、なんか妙に漏れて、マスター直前まで来たんで、配信するまでもないかと思うんで、ちょっと動画でね、マスターなる瞬間を残して、ちょっとせっかくなんで私の顔も出しておきますか。ちょっともう、ボッサボサですけどね。なんか知らん間に、あとこれ、一生っすよね。あと一生っていうところまで来ちゃったんで、これ、よっこいしょ。はい。もう、やっちゃいましょう、これで。本当はね、配信でやりたかったんですけど、まあいいだろう。ね、ベガが来る前に上げときたかったんですけどね、このモダンエドね、ベガバリクソ天敵で、ベガのせいでもうマジでね終わってたんですけど、まあちょっとベガは一線抜けということで、なんとかここまでやってまいりました。さあいらっしゃい。あと一勝なんですよ。ここでもうね、スタックはしたくない。 OK カモンベイベー、マリーザさんありがとうございます。お願いいたします。一生です。たった一生でいいんです。お願いします。たった一生私にください。もうめんどくさい。青。マリーザはちょっとアホみたいなことをするとね、こうなるから、まあこれはもう甘んじて受けるよ。しょうがない。俺が悪かったって、ちょっとでもゲージを稼いでから死ぬ。 OK、 まあいいだろう。痛い。バーンアウトはしたくない。バーンアウトはしたくないんですよ。するんですよね、これ。これやばい。これやばいっす。やばいっす。限りなくやばい。限りなくやばい。投げなかった。終わった。もうほぼ。まだある。まだあるよ。ないよ。最悪や。オッケー、いいだろう、お前。は？恐るようなした。まずい。あと2勝な。あと2勝になっちゃったけど、大丈夫です。合気はね、だいぶやったから。大丈夫。この合気に2連勝で上がりましょう。ヒートお願いします。ちょっとなんか硬さが見られる。危ない。市民をされたけど来ないというね。ここじゃ飛びが通った。これいけんじゃねえ俺。これほら、とりあえず一旦壁まで押し込んどこうか。一旦押し込んどいて、ちょっと最後柔道してみよう。通るね。ダイヤ4だと通るんですよね。これでこんなんしといたら OKOK。 なるほど。おお、それはインパクト2連打は効いてない。またインパクト来る。これちゃう、何してんねん。大勝利。ちゃう。おいよ。ほっ。
これで。これより勝つんじゃねこれで。どうするお前これ。どうする。オッケー。あと一勝。ね、やめるんだよね。オッケー。いいよいいよ別にお前が取るなら。ちょベガだけ混んどいてくれ。マジでベガだけ、ベガさえ来なければ。ベガさえ来なければ豪気でいいんだよ。もっと急にマッチングしない？カモン。ベガなんだよね。いいよ。ベガを乗り越えてますからね、アルオレは。なんか強そうやな、お前。お互いマスターをかけてか。そうなるよね。でもね、ミエに対してね、確定の反撃がないからマジで終わってんすよね。ミガテン、引っかかったね。撃ってくる、撃ってくるんかお前。撃ってくるタイプか。それは良くない。オッケー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 。あとワンラウンド、あとワンラウンド、あと一球的なやつな。帰ってくるんだよね。ちょ楽になろうとしすぎた。そらそらそうなんだよ。これやばい。おう。帰ってくるんだよね。なんでインパクトなんかしたんだ俺。バカすぎる。でも無理か。ああ嫌だ嫌だ嫌だ。負けたくないもん。離す。もうなんやねんそれ。マジでこれインパクト加盟したりてな、勝たれへんからなこいつ。最悪最悪やねんこれな。走ったせいでこのな、この状態でどうしたいっていうね。これ回復回復させてくれ。もう最悪 CA をパナすけど俺は。なっなっ最またこっからか。ちょっとベガはマジで勘弁してくれ。ベガ以外と2000させてくれよ。ベガか、くそ。ちょベガはちょマスターだったらちょっとほんまに対策考えるから、今はちょっとマジでやめてくれ。
無理なんですよね。ダブリーの半角がマジで、タチコパンが一発入るぐらいしかないから。飛んでいったー、やばい、逃げろ逃げろ、ういういあぶねえ、勝たしていただいて、やばい、ダブニーをすからしたい、重なってないのは助かったけど、これはいった。でも死にはしないから一旦ここまでにしといて、当てて、まあまあそれは甘んじて、はっ、あっちゃ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 、今リーサルやった、何してんねん、何をしてんねん俺。もう安易なインパクト打たないぞ、もうこれやばいぞ、打ったぞ俺最悪、何してんねんって、投げる、お、ベガをまずしばいたけど、ごめんなお前、ちょっとベガマジでやめてくれ、ごめんねごめんね、ちょっと、これがさっき途中で、なんとね、ドリームできるんですよ、私。しか今、一発でドリームできてビビった。ただ、実戦ではやらないっす、まだ。タイムアウトするんだよね。いいんだよ、別に。今、ちょっとドリームが一発で成功したことにより、俺の強さが爆上がりしたんじゃないか。よし、キャミーはめっちゃ苦手やけど頑張る、ベガよりやましい。おー、いきなりそんな嵐に来た。じゃあ俺も嵐を。おお、大味な試合だこれ。お互いバーンアウトして壁際が俺で、なんとかこれをこうして、これをこうして、ここ一回こうして、こうしてで、こうしてこうしてこうして、もう一回通ると見た、通らないでもガードして、で、これで、こうなって、こう、OK。マジであと一勝まで来た。頑張ろう。なんとこのラウンドまでそれと、え、ちょい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 、むちゃくちゃ話しに来る、こいつ。とんでもないな、お前。ほんで、そこで様子見な。くっそぜ、こいつ。
ちょっとなんか荒らされてインパクト打ちたくなっちゃった。これは全然いいよ。こんな早々と使ってくれて、むしろリーサル際のあれを持たれてた方が嫌だからね。まだ打たないよ。よし、これ走らない、走らないが使おう。おお、なん最悪な上がり方でバスターになりました。ありがとうございます。苦節2ヶ月ぐらいダイヤ5に進んでいましたが、なんとかマスターまで上がることができました。ありがとうございました。ということで、これからね、ちょっとルークはっていうか、ルークは一応マスターにすでになってて、まあでもあんまりメインでやる気もなくなってるんで、ちょっとエドをね、マスターでちょっとバリバリと今後やっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた、配信とかまたやっていくと思うんでね、よかったらツイッチの方遊びに来てください。それでは失礼します。